サンドブフ杯がついた18世紀の中国時期のボール。サンドブフ釉薬、またはサンドブフは18世紀初頭から中国の時期に用いられ始めたシンクの釉薬。名前はフランス語で牛の血の意であり、英語ではオックスブラッドとも呼ばれる。サンドブフは予測不可能だが装飾性が高く変幻自在の効果が特徴とされ、 多く開発されたフランベ釉薬の一種であり、高規定時代に慶徳鎮用で開発された。ある学者によれば、この壮麗な釉薬を用いた素晴らしい作品では、かすかにひび割れ無数の泡が散らされた、澄んだ表層から、地の色が透けて見えるように思える。一般的な赤い釉薬と同じく、主な着色剤は、酸化銅で還元雰囲気で調整されたものだが、 それらを酸化性雰囲気にさらすことは仕上げ工程の一部であったかもしれない。19世紀後半以降、多くの西洋の投稿がこの釉薬を量産しようと長きにわたる実験を行ったが、作成も制御も技術的に困難を極めた。18世紀の小さな花瓶、上部に行くにつれ釉薬が薄くなっている。博物館や本によっては、サングレブフ、オクスブラッドという用語が、 ハイフンや大文字小文字、車体などのバリエーションを含んで用いられる。この釉薬の中国名として、最も一般的なのは、ローで、他には牛地とも呼ばれる。戦徳帝の知性であることを示す印がついた、民の捧げ物童話から、高規定時代の投稿の目標となった。サンドブフ釉薬は、捧げ物釉薬を復元すべく、 1705年から1712年頃に開発されたとされる。この釉薬は、明王朝の戦徳定時代に、慶徳鎮で儀式に利用された有名な釉薬だったが、製法は失われ、作品も彼の退位後には国章数しか残らなかったことで有名だった。大民開転によれば、明王朝初代の孔文帝による、治世2年目の1369年から、 皇帝が儀式を行う上で必要とされた捧げ物にはこの単色の器が用いられるようになったため捧げ物の赤と呼ばれるようになった中国語では内し宝石と呼ばれたまたこの法律は各色が特定の方位と儀式に対応づけられるともしている各方位に対応する器を置きましょう赤は太陽青は天黄色は地白は月の祭壇へ 戦徳帝時代に開発された捧げ物の赤は彼の死後に生産されなくなった。多くの人が模倣を試みてきたものの、誰も成功していない。この事実は皇帝が王家の陶器に興味を持っていたこと、一部の機密事項はごく限られた陶芸家のみが知っていただろうことを示唆する。三度ブフのような単色釉薬は、明朝や総朝の歴史的な中国陶磁器を最高の、 ものとして復興を試みた慎重において人気が復活した。これらは宮廷向けのものとして既存のものとは完全に異なるスタイルで系徳鎮で製造された。粉や緑の素山菜などの構成に開発された主張色に基づいた配色を色いに用いる成功なデザインを採用している。当初、これらの多くは 売り物として生産されており、中国の輸出時期として宮廷からはよりシンプルな装飾が望まれていた。千徳三角の捧げ物の赤はごくわずかにまだらな多い型だったので、サンドブフは様々な影や色の種類がある。釉薬のまだら模様や縞模様は器の上の方では白く消えていくことが多いし、逆に花瓶の方から足の部分にかけてはやや厚くなる。 足は釉薬に覆われきっていないことも多い。また、薄く釉薬のかかった部分には、クラクリュールや、緑がかった色合いが見られることもある。これらはすべて望ましい効果と考えられていた。通常、釉薬は閉じた形状の外側にのみ使用され、内側やリムには透明な釉薬のまま残る。赤い釉薬はおそらく吹き付けられたと考えられる。他には、ターコイズ、ラベンダー、 パープル色が現れうる。非常に敏感な変数が多数あるため、最初は釉薬の色と効果をクに制御することができず、そのランダム性は中国の美学にも影響を与えた。18世紀後半までは、より確実な制御ができるようになった。グロスターロード駅、ピカデリー線、多くのロンドン地下鉄駅の建物で使用されているサン、ドブフタイル。19世紀には、 様々な西洋の陶芸家が大きな評判を得ていた中国の釉薬を模倣しようと試みたが時期も設器も複製は困難だった。フランスでは1882年にセーブルの釜が実験を始めた。1885年エルネスト・シャプレはアビランド製当初からの資金援助を受けて成功を収めピエル・エイドリアンダル・パイラットも同様のものを作れるようになった。 チャップレットは、1889年のパリ、バンコク博覧会で、その誘約を評価され金メダルを得た。マサチューセッツ州チェルシーにあるチェルシー・ケラミック・アートワークスのアメリカ人ヒューシー・ロバートソンは、1876年のフィラデルフィア博覧会で東洋の誘約に興味を持ち、誘約に没頭し、残りの人生すべてにおいて執着することとなった。 彼は、とうとう1888年にサンドブフの一種を開発し、サンドチェルシーと呼ばれたが、翌年にはサンドブフ釉薬の高価な実験を繰り返して、ほぼ無一文になり、釜を閉じた。イギリスでは、1900年頃にスメスウィックのラスキン、陶器が釜薬を作り上げたが、1935年の釜の閉鎖時に、すべての製法は破棄された。他にも、 バーナード・ムーアの工房においても英国でサンドブフが生み出された。ストーク・オントレントにあった彼の釜は1905年から1915年の事業終了までフランベユ薬専門だった。1903年から英国の建築家レスリー・グリーンは多くの事業者からなるロンドン地下鉄システムのほとんどの駅の外装に用いるガラス張りの 建築テラコッタタイルと装飾要素に産業用のしっかりしたサンドブ浮遊薬を使用した。彼の雇い主、ロンドン地下電気鉄道は、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道、ベーカーストリートウォータールー鉄道とチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道を、つまり現在のピカデリー線、ベーカールー線とノーザン線に対応する部分を建設した。タイルは、 リーズファイアクレー社が作成した。アメリカの陶芸家、ファンス・フランクは、パリのワークショップで銅の赤い釉薬を後半に研究し、秋尾の技法を再発見した。これは、中国美術のパーシバル・デビット財団によって支援されていた。ありがとうございます。